んは、グレー・ヒロシです。こんばんは、峰柳徹子です。こんばんは、峰柳さん。もう一度やってまいりましたね。やってまいりましたね。テレビでは見れない AKB48 の隠れた裏特技や趣味を番組スタッフ、マネージャーがお気に入り投票してランキング化した THE AK ベスト10。今週のベスト10位から6位はご覧のような結果になりました。まあ AKB じゃないのに果敢にエントリーした京都様、はい、惜しくも10位でしたね。10位でしたね、今週も。誰お名前なんておっしゃるんですか。シャムシェードです。え、さあそれでは、今週の第5位です。先週の5位は渡辺真由のマッハイラスト。さて今週は147点、大島優子の本能を見るだ。本能を見るだ。これで5位ですか。5位ですよ。これでこれで5位だと4位、4位からだいぶ来ていると思いますよ。いきなりバケモン出ましたね。ありがとうって言いましたよ。言いましたか。あ、いや面白かった。さあ、それでは続いてまいりましょう。今週の第4位、先週のようは柏木由紀のリアクションゲーム。さて今週は160点、松井ジュリナの小型犬のモノマネ。犬のモノマネってあります。小型犬、はい、何なんでしょうね。逆やろ。違うやろ、これ順番。いやいや、そっくり。そっくり。おかしい。可愛さと若さに甘んじとるだけなんだよ。一応スタッフが投票しましたから。そうですよ。一応あれは4位なんです。まあ小型犬ですが、大型新人の登場ですね。うまい。いや、うまくない。全然うまくない。今週の第3位。先週の3位は北原理恵の北原宇宙。さて今週は。185点、倉持明子の小橋の小話。今日も私が溺愛するプロレスラー小橋健太選手について熱く語りたいと思います。小橋選手の魅力、それは愛されるがゆえニックネームが異常に多いことです。まず最初にオレンジクラッシュ。これはコスチュームがオレンジだったことでオレンジクラッシュというニックネームがつきました。そして熱き青春の握り拳、熱き魂の握り拳、さらに黒こばしを経て鉄人、ついにはミスタープロレスという呼ばれました。がまだまだ進化を続ける小林選手、やがて神の領域へ。絶対王者、ジャパニーズレジェンド、伝説の男、プロレスの女神に愛された男。そして現在はチョップ小林。いやー素晴らしい。神を超えてきた。ちなみに倉橋さんが最近買った小橋グッズは千座札あの根付けセットだそうです。それでは続いてまいりましょう。今週の第2位、先週の2位は大藤めぐみの一発芸。そうでした、ね、はい。さて今週は199点、指原莉乃のおたげ。おたげ、おたげ。曲は大塚愛さくらんぼ。これ会社の忘年会ですか。
1位の発表の前にこのコーナー。さあここでですね、惜しくもランクインはなかったものの注目を浴びている方をご紹介する今週のスポットライトの時間です。はい、今週はこの方です。はい、38位10点、笠井智美の何でも治癒返し。何でも治癒って返すことなんですかね。そうですね。私どんな言葉でも治癒で返せるんだ。治癒、今からこの治癒選択から選んだ50音を全て治癒で返す。治癒。し、し治癒。あ、そういうことですね。確かに治癒。なるほど。あ、あ、I want you。志村さん、口ポカンとしないよ。さ、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 さたは自己治癒。ちょっと待って、これ何？これ何言うんだよ、これ何言うんだよ、だから何言うんだよ。すごいじゃないですか、何でも返せますよ、治癒で。治癒で返しとけん、何？いや、誰にもできないですよ、治癒が。そうですよ。ねえ。まあ、もう思わず、はい、治癒になってしまいましたね。うまい！だから何？はい、ということで、いよいよ今週の第1位です。選手の1位は宮崎美穂のダメ出し。さて、今週の第1位は220点、大堀恵美の一発芸。変わってきましたね。また変わってきて。あ、これ鼻ぶっこですかね。ありがとうございます。あなたはもう何でも、もう断らないんですね、もうね。全て OK なんですね。ちなみにマネージャーのケイさんはあんみつが大好物です。あ、そうなんですか。大仏情報なんていりませんね。なんで虫？空回りいいや。これも？